花尾義郎の音楽魂。はい、皆様こんにちは、金尾城です、ですだって金尾城の音楽魂、今日もね楽しくやっていきましょう。はい、おなじみ松下としみさん、よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、今日からですね、行きますね、これ終わって鹿川。ああ、行きますね、今日 ね今日聞いてるよ、絶対聞いてますよ、毎週ね。ああ、毎週ね、今日から終わっていきますけどもですね、はい、ということで今日はね、素晴らしい、ね、すごい、いきなりすごかったね、素晴らしい、ね、ゲストをご紹介いたしましょう。はい、まあおなじみというかね、前もね、いらしていただきました、まず半田素直さん、はい、どうも、イエーイ、こんにちは、お久しぶりでございます。どうもしばらくです、お元気でしょうか。大変元気です結構でございますね。まあいろんなね、ちょっとこんな感じになっちゃいましたけども、はい、今 ね、ちょっと面会って感じですね、これ。そうでしょ、久しぶりの面会。僕なんか、僕がこう、ね、どっか入ってるみたいな、動物園どっちがどっちなのか、だいたい僕が悪いからね、捕まってるっていうなんかイメージみたいですよ、これ。このアクリ板が ね、ありますけどもですね、はい、それでね、半田素直さんからご紹介いただきました。今日はね、まあ、ミュージカル女優でもあるし、まあ、シンガー、まあ、ソングライターでもあるし、もう素晴らしいね、才能の持ち主ですね、キャリアも長いですけどもですね、お芝居の方とね、お会いできるのはもう今日はね、僕は初めて、ほとんど初めてですね、はい、倉重、美恵さんですね、はい、イエイ、イエイ、どうも、初めまして、よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。倉重でございます。倉重でございます大丈夫よ。半田さんとの出会いっていうのは、はい、なんかあるんですかね。そうなんです、倉重美恵さんって、まあ、美恵さんって言いにくいんですけど、僕は姉さんっていつも呼んでるんですけど、はいはいはい、姉さんは、はい、ミュージカル女優というよりは、うん、舞台芝居の舞台女優ですね、はいはいはい、あ、そういう感じなんですね。でこの劇団の中でも、うん、歌をこう、彼女は一人歌を歌う人でもあるので、うん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 、それでだから結局接点は歌だったんですけど、はい、それでお互いちょっと別の場所 のミュージカル の、うん、舞台で一緒になったのがきっかけです。半田さんはその音楽っていう、はい、ピアノ で、 ピアノで。あ、そうですか。でその時に、なんか面白い人が一人、このミュージカルの舞台に面白い人が一人いるなと思って、はあはあはあ、でもミュージカル女優には見えないっていういやでもすごい、いつ頃からやられてるんですか、ね、すごい長い、ね、芝居自体はもうそれこそ何十年ですかね。そうですね、30年ぐらいはやってますけども。うわー、すごい。ミュージカルが十数年ってところですかね。十数年ね、はい、12、3年かな、はい、そんなところですね。ほとんど同じぐらいなんですよ、多分ミュージカルの方に関わり始めたのが。え、そんな前から半田さん、そうですね。あ、そうなんですか。12、あなた出てたの。なんか役者っぽいよね。まあまあ、まあ役者になったのは、まあ最近の話で。やってないし、やってない。見たことないし。へ、まあ男キャラなんで。そうですか。それでまあ一緒にね、はいはいはい、飲んだりにも、旅したりとかも結構仲良しなんで、はいはい、いろいろそういうこう、面白い話をね、はいはい、あると一緒にやるみたいな。だから彼女が所属してる、うん、この劇団 B 級という劇団 B 級っていうんですね、これね。B 級という劇団の、はいはい、お手伝いをなんか一公演につき大体何かしら一曲ぐらい、そうです、関わるみたいなのを僕はずっとやってて、私が歌う曲をまあ、最近は割と既成の曲を歌ったりすることが多くて、昔懐かしい歌が多いんですけども、うん、はいはい、でそれを曲をアレンジを半田さんにお願いして関わってくださってて、オケ、はいはい、うん、を作ったりとか、うん、なるほどね。それで今回ね、この劇団 B 級35周年記念の CD が、面白ラジオっていう CD がね、
そうなんです。そのラジオ仕立ての CD、うん、できましたけども、はい、これあの半田さんが、アレンジとプロデュースなす、ね、そうですね、劇団の方と僕と一緒にプロデュースして、あ、まあ早速ねこの中から、はい、あの曲を聴いてみましょうか。まずね、元気な曲をね、お、これは何でしょう。まず1曲目は姉さんに紹介してもらいましょうか。姉さんこれですか、うん、それではですね、Hey Brother という曲がありまして、 Hey Brother。すごい素晴らしいですね、やっぱりね。ありがとうございます。アレサ・フランクリン。アレサ・フランクリンっていう話してた。ドレサ。ドレサ。フランクリン。クラサ。クラサ。クラサ。すごい。ね、素晴らしいですよね。ありがとうございます。歌われる、あの、お芝居の方が先なんですか？もともと歌が先とかあるじゃないですか。子供の頃とかは、やっぱり親がちょっと歌わせたいみたいなのはあって、
ちょっと歌ったりはしてましたけど、あとまあバンドでちょっと歌ったりはしてましたけども、うん、そこでお芝居始めちゃったら目覚めてしまいまして、お芝居に。あ、そうですか。楽しくてしょうがなくなって、だからまんまとそこの中で必ず劇中歌で私が一曲歌う、うんうん、もうコーナー化してまして一曲歌うっていう。あ、そうですか。このあの全部でこの CD の中にこのラジオ自体でなってまして、うんうん、曲自体は8曲入ってるんですね。はいはいはい。それで、まあ、1曲を除いては、うん、あの全部この劇中歌で、うん、それでこの劇団の団長、団長、うん、団長の酒井さんっていう方の弟さんが全部作ってるんですよ、はい、曲を、はい、曲は全部お父さんが作ってて、へえ、あ、そうでしたか。お父さんは音楽ずっとやってた方なんだよね。すごくねミステリアスでね、僕もまだ分かってないんですけど、ちゃんと会ったことない、お会いしたこともない。あ、そっか、あ、そういうことなんだ。影のね、もしかしたらいるのかいないのか。いるいる、ね、そういう酒井さんがすごい才能がね。私はあのよく存じ上げてるので、さすがに、はい、でもかっこいい曲ですよね。でね、この CD なんですけども、その要するに面白ラジオっていうね、はい、ラジオ仕立てのところをねちょっと聞いてみますか。そうですね、そんな感じ、まあ、せっかくあのね、うん、ねあのオープニング聞いてみますか。まラジオの感じ、オープニングのラジオの中でオープニングのラジオ聞くのもちょっとあれ面白いから、ラジオの中でラジオを聞く、じゃあちょっとこれ聞いてみましょうか、はい、こんにちは、劇団 B 級の小林博史です。劇団 B 級35周年特別企画 CD を手に取っていただき誠にありがとうございます。今さらなんで CD なんだとか、CD 再生できる機器ないお母さんとか、今回作るにあたりいろいろご意見いただいたんですよ。うん。ただね、35年も続いてる劇団がね、YouTube とかね、ライブ配信とかね、なんか違うなーってね。じゃあ何よってね、CD じゃねってね。で、CD ですよ。いいじゃないですか。コンパクトディスクね。35年ですよ。お祝いなんですよ。手にしてくれた方もきっとおめでとうってね。だから CD です。では始めます、劇団 B 級の面白ラジオ。さあ始まりましたよ、劇団 B 級面白ラジオ。知らない人がうっかり聞いてしまっているかもしれませんのでね、簡単に劇団の紹介をします。1985年に旗揚げして今年で35周年を迎えた仲良しな劇団です。はい、簡単に説明すると言ったら、私簡単にしか説明いたしません。いやー、お客様に支えられてきたなーとメンバー一同思っております。心より感謝申し上げます。全員いい年になってますが、これからが面白い人生でございます。どうぞお楽しみください。それではまずはこの曲からスタートです。我らが歌姫、はい、ということで、これは面白いじゃないですか。ね、ちょうどあのだから CD の、うん、あのこう一曲目に当たるんですかね。うんうん、ところでこういう風に、うん、あの曲紹介まで、うん、番組冒頭から曲紹介まであって、うんうん、で曲紹介があって次に本当に曲が流れるみたいな感じになってるんです。うんうん、これはだからあの曲の頭すべてじゃなくて、はい、要所要所、まあいろんな、そうですね、出来事があるわけですから、ね、うん、番組の中で、そうですね、ね、はい、このラジオタイムと書いてあるものと、うん、あとまあ若干 CM っていうのもありまして、うんうんうん、CM はこれいいんですかね、言っちゃってね、 CM ね、まあ、別にネタバレの話だからいいんだよ、ね、そう、過去の公演を、うん、あえてもう終わってるものです当然、はいはい、それをいかにもこれからそうやるみたいにナレーションで CM してて、で金額とかも載せてるんですけど、うんうん、1800円とかも今じゃ考えられないような当時の値段で、うん、それを今一度作ってみたんですね、うんうん、でもその CM を流すことによって、うん、聞いてくださったお客さんが、うん、そこの芝居見たくなるってやっぱ、うん、おっしゃってくれるっていうのがありまして、なるほどね。
ちょっと短いんですけど、聞いてもらい、ちょっと聞いてみればいいですか。あ、1個聞いてもらえます。いくつぐらいのトラックなんですか。トラックどれだ、どれがいい。どれがどれだか分からなくしてあるから。あ、そうなんだ。これ CM って15じゃないの。10、あとね、6、8、10、12、15。あ、6がいい。 6、じゃあ6を、トラック6を、はい、はい、じゃあ聞いてみましょう。 BQ、 何故あなたは失踪したの。七海25歳、恋人疲労の相談した相手はなんと今売り出し中の私立探偵遊郭さんと大谷さんの薬屋コンビ。七海の失踪に隠された真実とは。遠い昔、海は陸で陸は海だったという。綺麗で美しい海底、汚く醜い地上、もし逆転したらこの世は最高級有機物ワールド。古代ロマンに置き石をする衝撃の問題作。1989年3月31日から4月2日まで、前売り1800円、当日2000円にて、劇団 B 級第6弾公演、あるいは翼の生えたムー、駅前劇場にて上演、こうご期待。こういう、あ、こういう感じね。架空なんですよ。あの、うん、音楽も全部半田さんが全部作ったんですけど、うん、あのその当時そのお芝居で使っていたという、うん、あのでありもの、はいはいはい、あのその音楽をここに入れ込むことできないんで、うん、それの雰囲気を、あーとパクって、そうです、 CM は全部それ で、 あ、 であとしかも俺その芝居内容も全然知らないので、このコメントとそのあの資料をもとに想像してあちょっと作ったりして、 でそれが面白かったです。そういうの得意そうですよね、半田さんね。ハマっちゃったんじゃない。そうね、凝っちゃって、うん、本当にあのそういうのだけ気にして見るの、聞くのもまた面白かったりとか、うんうんうん、面白いですよね。こういうあの CD は珍しいですよ、ここ、うん、ここのとこね。そうですね、そうですね、本当スネークマンション、スネークマンションがね、ちょっと結構あれを思い出しますけどね、ああいうのをやりたいなっていうのがあったんで、せっかく役者があの絡む CD なので、うん、やっぱりこうお芝居の要素を入れた方が面白いんじゃないかっていうことで、はいはいはい、そうですね、そうですよね。ああ、これは面白いですよね。これはあれですか、あのどこで。あ、これはですね、あのホームページがございまして、はい、はい、BKYU.com でもう検索して、もう BKYU って入れていただくと結構最初の方に出てくるんで。そうですか、 BKYU ね、はい、はい、ホームページ調べていただくともう出てきますので、そこでショップがあります。あ、そうですか、はい、これは面白い。そのショップへ行っていただければ。あの、なるほどね。これあのでも今回ね、この、まあ、その35周年ということでね、はい、なかなかそのスムーズに芝居自体がね、うん、いかなくてね、あのとても残念なんですけども、 それがありまして、こういう CD を作ったり、 あとグッズとかも、これ、これはグッズも CD も作ることにはなってたんですけれども、もともとね公演が、6月の予定だったのが、の真ん中辺に公演予定だったんですよ。公演でね、あの、ああそういうことだったんですね。そういう予定だったんですね。35周年記念の公演で、これもグッズでたくさん作ってる、販売するために作ってたんですけど、ああそうですか。公演が、あの普通にこう延期になってしまいまして、ああそれはちょっとね辛いとこですよね。でもより力が入った感じだね。確かに、はい、なるほどね、うん、あと面白い、結構笑えるところもあんまりね、うん、その笑えるシーンをここでちょっとお聞かせしすぎるのもあれなんで、うん、なるほどね。結構、うん、ね、あれとかどうですかね、うん、あの看板女優の、あ、じゃあもう一トラック、あの曲じゃないトラックを、うん、あ、ちょっと聞いてみますか、聞いていただいてもいいですか、はい、うん、中継、あ、これ交通情報と重なってんのか、うん、うん、中継だけっていうのってありました。あ、これだ、あ、これだ、5だ、5だ5のレディオ、5のレディオタイム中継、
これあのトラック号ね、はい、これあの看板女優が、看板女優、看板女優出てきます。当夜サメ子というのが出てきます。あ、そうですか。はい、はい、さあラジオですからね、これ中継出しちゃいました。はい、中継行ってるのは、当夜サメ子、サメさん出しちゃったの。ちょっと若手出ろよ。あ、若手いねえよ。浅草なのかな。いいの、じゃあ呼びますよ。サメ子様、サメさん。はい。あ、そっち、どんな感じですか。いい風吹いてます。ああ、そうなんですね。あれ、サメさん、どこら辺にいるんですかね。はい、はい、いい風吹いてます。ああ、そうなんですね。うん、風分かりました。どこら辺なんですかね。あれ、サメさん、サメ、奥だぞ。ちゃん、ありがとうございました。じゃあ、CM ね、はい、CM どうぞ。はい、こんな感じね。これ後ろにちょっと後ろでなんか喧嘩してるカップルも出てきたじゃないですか。ああ、なんかね、そう、これもちゃんと芝居の以前の公演で、うん、中でやってた登場人物なんですよ。登場人物が後ろにうっすら出てくるとかっていう、ああ、そうなんだ、そういうこだわりをいろいろ出てきて。で、今日はね、本当にね、なんかね、この面白ラジオっていう CD ね、劇団、B 級35周年記念の CD からね、ご紹介しておりますけどもですね、今日はちょっと生歌をね、はい、お願いできたらなとか思いましてですね、はい、素晴らしいね、倉重さんのね、ボーカルですよね。そう、さっきの素晴らしいですね。広島出身なんですか。いや、山口です。あ、山口。山口。あ、そうですか。はい、岩国です。岩国、はい、岩国に。岩国に行きましたよ、僕高校時代、自転車で、福岡から。本当ですか。家出して行ったんですよ。家出したんですね。その場所が岩国だった。ああ、岩国はやっぱりあれだね。自転車で行きましたね、家出して。いや、すいません、なんか途中で。いえいえ、どうでもない。どうしましょう。何歌いましょう。これこの間のキーのやつでいける？これって少年？少年の駅前で歌ったやつの。駅前で歌った、いや駅前ね、うん、駅前劇場で歌った。駅前劇場、駅前で、そういうの少年大丈夫なんでした？あ、大丈夫、大丈夫ですよ、それぐらいで大丈夫。駅前のキー駅前のキーってどういうキーだったっけ。1個あげたの。1個あげたのか、はい、オッケー。どこまで歌ったっけ、最後まで。じゃあ、触り、あれ、あれが難しいね、やがっていいのが。じゃあ、触りぐらいやろう。触りぐらい、うん、一番だけじゃん。これがいい感じのラジオの感じですよね。これは本当のラジオですね。これは、はい、そうですね、はい、これは本当のラジオです。はい、では行ってみましょう、はい、お願いします。少年の時、ラッシュギミ、ほら悲しみの足音がやがて迫り来るよ。その時のためにやっほーやっほー、若くはないからね。もう昔話、おとぎ話聞かせちゃう。
ュー。ありがとうございます。初めてやった。いや、少年の時代、少年の時と呼びますか。少年の時、時代と書いて、ね、時と呼びます。なんかあの元気になるよね、こういうなんか、うん、感じ。どう、あの、うん、劇中歌、劇中歌ですか、ね、もうほとんどあれですかね、その芝居の中で歌われる感じですか。歌だけのライブとかもやられるんですか。あ、時々最近ね、去年やった、5年に1回ぐらい、5年に1回ぐらい、5年に1回、もったいない。去年やったんですけど、それが、うん、姉さんの、うん、まあ、俺が関わるようになってからの姉さんの、うん、セカンドライブで、うんうんうん、そのファーストライブはその5年前だったんですいや本当本当に半分がやんなかったの、ね、5年に1度目、でももう毎年やりますって言ってたんですけど、うん、なかなかちょっとこんな厳しい状況になるので、でも去年からはそういう年に1回ぐらいはやろうかっていう話をね、うん、していて、だからね、またやる予定ではございますので、うんうん、あ、そうですか、はい、あの今後のね、その、活動っていうか、どういうふうに考えていらっしゃいますかね、この、まあ、例えば劇団、はい、まあ、僕らのライブもそうなんですけども、うん、なかなかこう厳しい状態がね、今あるのかもしれないですけども、まあ、まあとりあえずその35周年公演というのを必ずどこかでやりたいというのがありまして、はい、うん、ただもう年内は無理なので、うん、35周年公演と銘打って36年目にやってしまおうかなと、うん、36年目にやる35周年公演、ね、ああなるほど、ね、みんなの、はい、オリンピックみたいなもんですよね、結局、まあ、2020年、今年なかったことに ね、うん、ね、そうですね、うん、あとあれじゃないですか、あの、はい、配信なんたらとかそういうのないですか。あ、そうですね、あの劇場でその本来借りていたところで、うん、まあ、ちょっとどあの芝居をやりまして、うん、編集もちゃんとしたやつでね、そのほうほう、そういう作品を一本撮ったんですね、はい、それが今のちょうど少年の時が劇中歌に使われている、うん、はいはい、ミハイル・エンデという作、あの童話作家が昔おりまして、その、うん、その人が書いたモモという作品をアレンジした、うん、モチーフにしたグレイシとモモという作品があるんですけども、はいはい、ずっと長いことやってるんですけど、その作品が、うんうん、地方なんかも行って、うん、でその芝居をですね、まあ、ちょっと作りまして、はいはい、で今編集絶賛編集中なので、ほうほうほう、はい、それ川崎でもよくやってたよね。やりましたね、川崎もね。ね、川崎だと市民、川崎もそうだし、あ、川崎の大きい劇ホールでもやりましたし、あと毎年川崎のなんとか小学校なんでしたっけね、小学校の体育館で、無料で子供たちに、あ、そうなんですか、やったりとかして、そういうのはね、本当にできるように、ね、なるとね、早くね、それも今年なくなっちゃったんです、3月のやつでした。あ、なるほどね、うん、だからそういう状況、僕らはね、そういう状況で、特にお芝居の方ってあの動く人たちも多いし、ね、スタッフももちろんそうですし、規模が違うじゃないですか。その荷物、僕らなんて立ち飲み屋でやってるぐらいですかね。いや、あのどこでもやりますけど、まあでも稽古もいっぱいあるし、そうですよね、もうみんなでそう一緒に長い時間かけて作る、そうそう、それも ね、時間もかけなきゃいけないしね、それは大変ですよね。そうなんですよ。ということでね、あの、はい、このね、あの皆さんね、ぜひあの聞いていただきたい CD、 この面白いラジオっていう CD の中からもう一曲ね、今日は聞いてみましょうか、はい、タイトルは何でしょうか。これ、パンドラの箱、パンドラズボックス、パンドラの箱。少しでも覚えよう、それが確かと今は言えない。喜び悲しみ憎しみ傷つき、それでも少しでも覚えよう、それが確かと
た夢があったんだろう。不安の中で手探りで初めに触れたのが希望なんだね。一寸先ほらわからないを誰にも答えられないなんや。たとえ神でも、たとえ神でも、たとえ神でも。はい、イエーイ。いやいやこれまたいいじゃないですか。あの半田さんなんかこうちょっとヨーロッパのね、そうちょっと感じもするしね、なんかねあのすごい思ってた通りにできたんですよね。ねえ、こうあの素晴らしいアレンジもそうだしね、雰囲気がいいですよねこれね。あーそうなんだ。何がそうなんだか分かんない。そうなんですよ。いい出会いなんですよね。いや僕 そういう出会いが ね、その半田さんがずっとお芝居のね、うん、あの音楽をやられたこともまあ、はい、知らなかったんですけどもね。そうそうそう。もう都会のラクダでしかなかった。そうそう。その前も出会いは石井梶さんと一緒にやってた。石井梶さんとあの全部バラバラっていう。ねえ。いやでもこういうのがあの分かるな、なんか。もう今の曲のアレンジにしてもね。やりたかったこと。うん。そうですね。どうでしたかこの、まあ、いろんな、うん、ほとんどの曲ほとんど全てアレンジされてますけども、はい、全てですね。その全ていやもう出し切りましたねこの、うん、本当に中学ぐらいから聴いてた YMO とか、うんあのね、あとあのお笑いの流れ、うんねうんうん、全員集合ひょうきん族とか、うんうん、なんかそういうのもひっくるめたタイミングで大人になってこの方たちと出会ったので、うん、なんか音楽でちょっとそういう楽しいことができればっていうのの、うん、それでこの話をもらった時に、うん、ああスネークマンショーみたいのやりたいなと思って、うん、それでことのほかこういうタイミングだったんで時間がちょっとできたので、うん、あのなんていうんですか、すごくこう熱を入れることができたっていうか、うん、感じはあります。3月4月ぐらいに、うん、全然お会いしてないのに、うん、毎日のように連絡だけはやっぱり取り合ってますから、うん、これのことでそのジャケットの打ち合わせなのなんだので本当に毎日、うん、ほぼ毎日ぐらいなんか連絡取り合ってたっていう、ね、あそうですか、毎日でしたね。でもすごいね、出し切ってもう最後最後までもう文字工まで散々やった挙句に、うん、俺が見落としてたっていうのもね、少しの間違いが、なるほどね、ご愛嬌ジャケット全16ページの中100点が出ないですね文字工って、素晴らしい。でもねこれはあのそういう気持ちが入ってるっていうか、でまたあの美恵さんの歌がね、はい、こうすごくこう表情があるからね、うん、やっぱね、うん、やっぱ歌もお芝居、ね、そうですよね、うん、やっぱこうほらあの上手い人っていっぱいいるけど、うん、やっぱその表現っていうかその歌を伝えられる人ってなんかなかなかね、うん、だから歌、僕は歌伝力って言ってるんですけど、歌を伝える力ね、あ伝える、はいはい、歌伝力、そのやっぱりねそういう方ってなんか、うん、なかなか少ないと思うんですね、うん、なんか歌を捉えるときにただ歌うだけでもちゃんと歌えるんだけど、うん、だからせっかくお芝居やってるんだから、うんうんうん、っていうのをちょこっと俺が言ったら、うん、そういうのその通りになって、そうだからそう、ね、だから一曲一曲が一個の演目だって思ってやったらいいんじゃないですかっていう、ね、一言だけなんですよ、うん、ただそのそれはやっぱりお芝居やられてるから僕なんか世界、そのお芝居の世界知らないですけども、うん、お誘いがあったことあったんですよ。あ、そうなんですか、うん、僕はあの渡瀬スネークさんの、あの
いらっしゃるんじゃないですか。そういうところからね、うん、昔お誘いがあったんだけど断りましたけど、うん、それはない、俳優やらないかと、うん、そうそう、僕はもうあんまり興味なかった、その時ね。あのみんなほら、あの行きましたね、長渕さんとかね、うん、あのね、陣内さんとかね、そうね、そみんなね、そういう石橋さん、うん、あ、石橋さんもそうですよね。そうそう、あの辺、ま、割と同期っていうか同期なんですけども、僕はね全然興味なくて、うん、あのバンド連れてきてたから、それで一回帰ったんですよ、うん、九州みんなで一回やめて、うん、エピックをやめて、ああ、そうだった、そうなんですよ。でまたちょっと新たに出てきて、あの徳間ジャパンに変わったんですけど、そういろいろありましたけどね、うん、辛い過去がブルースとしてこうブルースになったんですけどなんかそれでもなんかこう こうやって番組やってて、その皆さんとこうご紹介していただいたりね、今回もあの半田さんのご紹介だったりするんですけども、なんかそれ出会う家が一番財産というかね、そうですね、それはなかなかね、僕は楽しいですよね、生きがいがあるっていうかね、うん、それがあったらね、うん、どういう状況の中でも生きていける気がするんですよね、うん、そうですね、うん、だから本当になんかそういう出会いがね、僕の財産で楽しみですけどもですね、今日は生歌をいかがですか、もうど全然この本僕がやりますか、歌っていただいていいですか、ぜひ。お便りごめん忘れてた、お便りご紹介しましょう、お便りお便りいいでしょう、はい、皆さんこんにちは、はい、こっちは、梅雨が明けたかのように、これは博多の方ですか、そうです、博多のミキさんね、ミキさんです、はい、蒸し暑くクマゼミがうるさいです、うん、とはいえまだまだ被害を受けた地域の方々は、うん、予断を許さない状況なのが怖いですね、うん、はいはい、先週のレトロレジスタンスのお二人も良かったです、うん、でベテランならではの余裕を感じる音に癒されました、はい、さて今週のゲストは、うん、おかえりなさいの半田素直さん、ただいま、ただいま、はじめましての倉重美恵さんですね、はじめまして、ようこそ。半田さんの多才ぶりは以前に出演された際に楽しませていただきました、うん、個人的にはあのチャールストン系のピアノが大好きです、はい、チャールストン系のね、うん、倉重さんは劇団 BQ の所属でいらっしゃるということで、うん、大昔英語劇、うん、英語劇でジーザスクライ、クライス、えジーザスクライストスーパースター、なんぞやったおいらには親近感が湧きます、動画をいくつか、英語劇やってたの、ミキ君はやってましたよ、立教のね、うん、夢を叶えもんと、うん、とか、うん、世田谷ウェブ TV、うん、とか拝見しました、うん、ありがとうございます、歌声が舞台映えする感じが素敵です、うん、そして外見も、うん、失礼ながら、うん、以前親しくさせていただいて、うん、お手伝いをしていた藤十郎さん、唐十郎さんの主催、うん、唐組にいた女優さんに似ていらっしゃいます、うん、そこも親近感が湧きます、どなたでしょうかね、それにお芝居をやってる方に多いと思うんですけど、うん、歌詞を大切に伝えようとする歌い方が本当に素敵だと思います、うんうん、なるほどね、今日はカナオさんやとしみさん、スタッフの皆さんが作り出すいつも通りのリラックスした空間で、あっという間の1時間を楽しんでくださいね、うん、はい、さて個人的にはこの間の日曜日にようやく生のライブに復活参戦しました、うん、配信でも楽しむことはできたけど、やっぱり生の魅力にはかないませんね、うん、マスクなどで飛沫感染を塞いでいれば、うん、やっぱり声出してきちんと演者のパフォーマンスにその場できちんと反応を返して、それを受けて演者がさらに良いパフォーマンスをするっていうコミュニケーションチャンネルの構築と増幅こそがライブの本質だって改めて確認できました、うん、今日はリクエストなしです、はい、お好きなように歌っていただければこちらにも伝わりますので、それを期待してます、うん、金尾さん今夜からの福島の須賀川も、はい、福岡と同様に楽しんで素敵なチャンネルを作ってきてくださいね、ありがとうございます、12時半までは筋トレなんで気が遠くならないように、うん、気をつけてラジオを流して聞いています、もう今終わってるぐらいじゃない、終わりましたね、はいはい、お疲れ様です、ね、で、ミキさんありがとうございます、それでね、そうそういろいろ調べてね、動画を毎回ゲストの方のこうチェックをしていただいて感想をね、音楽もね、いろいろまあ詳しくて博多のミュージシャンをご紹介してもらったり、半田さんまだお会いしてないですか、
博多行った、行った時にね、すぐ出てきますよ。出てこいお前、貴さん。貴さんすぐ来いよって言ったらすぐ来ますけど。いや、その時、加納さんに。この間もごっそになっちゃって、馬刺し。馬刺し。馬刺しがまた美味しいところなんですよ、安くて。やっぱりちょっと、いや、行きたいね、早くね。このね、この公園でね、地方行けるといいですよね、早くね。本当ですよ。本当ですよね。せっかくこう、グッズもたくさん作ったのにね。ということでね、うん、なんか俺今日ね、あのギターはね、持ってきてないよ。あの、うん、エレアコだから音がね、ちょっと聞こえにくいかもしれない。どっちがギターにしたらいいの、これ。半田さん、なんかやって、あれがないな。あいの手。あっち太鼓。なんか やりましょうか。はい、ちょっとあの、暗い曲やります、ダイナマイト。いいですか。いいですね。酔っ払いの歌、やりますか。うん、これやります。大きいマイクはギターにして、音だけ隠して。はい、じゃあちょっと僕やらせてもらいましょうかね。ダイナマイト、今日音聞こえないかもしれないけど、聞こえる、ごめんね。大丈夫、アンプつないでない、うん、I'm not afraid to die.
はい、まるで初めてやったとは思えないようなこの息の合うこと。よかった。ギタリストみたいだったね。ね、そうそうそう、ね、いや、ギターもすごいんですね。すごいね。何でもできちゃうんだね。憧れてるんですよ。いや素晴らしいですね。ありがとうございます。ということでですね、今日はね、劇団 B 級、35周年記念、発売おもしろラジオ、というね CD をお持ちいただきました。倉重美恵さん、はい、お越しいただいて、半田素直さんお越しいただいてますが、ありがとうございます。今日ね、もうあっという間のね、あの1時間で早いですよね。どうしましょう、生歌いきましょうよ。本当ですかね、一曲しか三重さんのね、何いきましょう。そしたらあれです、うん、いいですか、俺の特権で、あ、このアルバムの中の8曲のうち1曲だけ、うん、それこそ5年に一度やってる姉さんの、姉さんの、あのワンマンライブのタイミングで2人で作ったオリジナル曲なんです。おそれ聞きたい。それを、うん、ぜひいいですね、ちょっとやりたいなと。姉さんなの？そうなの？お若く見えますね。いやそういう意味じゃなくて、私よりは若干姉さんで、若干、うん、若干、まあ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 、はい、用意ができました。おこれどうします？タイトルの、どこまでいきます？全部いっちゃいます？全部いけるかな。全部いっちゃおうか、はい、涙の数だけ、涙の数だけ、はい、あ、そうです、これ2人で作った曲です、はい、はい、涙の数だけ、おい、それではどうぞ。泣いた分だけ笑えばいいさ、泣いてもいいよ。喧嘩して言い過ぎて叱られて泣いて、でも大丈夫、そんな時はいつものレコード
だけ泣いてもいいよ。はい、イエーイ、ありがとうございます。素晴らしい、素晴らしいね、いい歌じゃないですか、ね、いい曲ですよ、ね、いい曲、自分で言った方がいいよね、ね、いい曲でしょう、これ、ね、いや、素晴らしいな、いい曲でしたね、作った人の顔が見てみたい、見てみたい、ね、いや、かっこいい、ということでね、本日ね、半田貞直さん、あと倉重美恵さん、ね、美恵さん、美恵さんってでもあれだよ、松下さんもデビューの頃っていくつぐらいでデビューしたの？いや、年の話はやめませんか。今いくつって聞いてるわけじゃない。いやいや、でも分かるじゃないですか。もうだって、いや、私は僕なんかもう65ですからね、今。65よ。もう、だから70まで青とか言ってんだよ。もうすぐだね。うん。だから、ほとんどの人が下だから、みんな。ほとんど。もうすぐ。そうなんですよ。もうね、花尾さんもうね、わかんないの。わかんないですね。年齢が、戻ってきてるの、年齢が。あららららららら。そうですね。大先輩です。いや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 、いや、いやいや、何か本当に言えないにも程がありますね。程がない。尊敬してるのか。何かが。いやいやいや。しました。本当にね、今後ともね、よろしくお願いいたします。お願いいたします。またぜひね、舞台に来てくださいよ。何かトピックを。ちょっとでもあったら、そうですね。ぜひ面白い人連れてきます。そうですね。面白い人連れて、紹介状みたいなここね。面会に面会状。いや、半田さんの宣伝とかないですか？ないの、ライブとか。もう家でじっとしてます。あ、本当？ないですか？もう自粛しばらくね。なんかあったちょこちょこっとはあったんですけど、忘れました。はい、半田貞直情報っていうので検索していただけると、あ、そうですか。出ますか？出ると思います。いっぱいやってんでしょ、まだいろいろ。いやでもね、本当最近はライブが全然ないです。あ、そうですよ。そうですよね。僕も今日ね、須賀川行って、明日はちょっと明日はまあ音楽魂ライブっていうね。渡辺隆も明日来るんだけど、松下俊美と後ろと。で今日はちょっとご挨拶っていう、ね、今日はね、音楽出まし、そうそう、僕の最近曲って、福岡の人も、僕福岡出身なんですけども、ね、須賀川っていうか福島の人がみんなカバーしてくれてるんですよ。すごいですね、皆さん歌えるんですよ。でね、トリビュートバンドみたいな、音楽だましバンドみたいなのが、ね、俺も仲良くさせてね、いただいてるんですけど、歌いますよ、みんなで。これマジですか？風の顔、本当ですか？多分皆さん全員やれますよね。そうそう、だからなんか一曲とかじゃなくて、いろんなアルバムの曲をカバーして、いろんな人がして歌ってくれるんですよね。だからすごくありがたいんですけど、歌詞を間違えられないよ。歌詞変えましたとか言われて。ということで、あっという間の1時間でしたけども、またお会いしたいと思います。また来週お会いいたしましょう。ぜひ来てほしいね。じゃあまた来週、See you next time! あれ？思い出が流れる、春に罠の花が辺りを埋め尽くす。